ここだけ英雄が、ガオガエンメスだった世界線。まずは威嚇の味噛みしめなさい。強さ的には伝説のポケモンなんて余裕で飛び越えてんだから。誰がバカだ、手出るよ。なんか草。頭掴まれるニャヒーとすぐり草。前編はニャディだったんだろうな。大昔は人もポケモンも変わらなかったんだな。鉄壁最悪。B 出るとこ B 出てやるわ、ラリアット。ノートと同じくらいカキツバタの顔がくしゃくしゃになってそう。前が見えねえ的な具合で。これすぐりが繰り出すガオガエンって血縁関係がある感じ。兄弟をバトルに繰り出してくるすぐりはちょっと怖いな。邪剣に下の根に持ってないか心配になるガオガエン。その気になれば物理的に四天王より強いガオガエン。ゼイユカキツバタに DD ラリアットだ。急所に当たった、やったね。狙って技を急所に当てた。髪の色も似てるし耳とヘアバンドも似てる。なるほどな。えげつない捨てゼリフはいてやる。タロさんはどう思ってんだろ。可愛いのか否か。ポケモンには可愛い判定広いからそりゃ可愛い扱いよ。グラングルちゃんみたいに中身が可愛い扱いの子もいるし。猫ちゃんだぞ。問答無用で可愛い判定余裕で通過よ。これすぐりもニャディーになっちゃう。わにゃー、狼子供の雨と雪の猫版になりそう。鬼様に抜群取っちゃう兄弟。すぐり、わらす。林間学校前のブルーベリー学園では、ゼイユという後ろ盾があったから、ゼイユと離れてビクビクおどおどしてても、姉ちゃんが何とかしてくれる状態。そりゃ普通に話しかけて友達になったり、やゆっていじめたりとかできないよな。へ、画像ドンピシャすぎて草。すぐニャディーの後ろで威嚇してるゼイガエン恐ろしかわいいね。ゼイユと前編すぐりすぎて草。この姉弟よくポケモンになってるな。あんなに可愛い指定がポケモンじゃないわけがない。ネリネグロスとは不思議と気が合うんだよな。そういやタイプ的には含有利だな。御三家つながりでネリペルともいいと思うぞ。威嚇の味通用しない勝ち気し。自然とポケモン罰人間になっとってくさ。ジュカツバタとアカシャーモとタロレイヌ。ジュカツバタにふざけたこと言われたらえげつない噛みつきフレアドライブをお見舞いするのよ。噛みつけ。なんかポケ男子見てきた。ジョークグラスやバソチャの代わりに山男サンムーンのお面をプレゼントするゼイガエン。ゼイガエンとスグガエンのガエン兄弟になるのか。ガオガエン好きだけどスグリはニャヒートで止めてくれ。スグリがあのガタイになるのは無理そうだから安心しろ。学年もクラスも違うのに人間関係すらお姉ちゃんが全部やってくれるレベルのやつに説得力が出てしまった。ゼイガエンと前編ニャディ、後編ニャヒートはしっくりくる。ガオガエンよりニャヒートの方が生きてる感あるしな。そう言われたら猫っぽいよなって思っちゃった。あの兄弟、そもそもヘアバンドが猫耳だものな。猫ちゃん兄弟。クリアチャームって何よ。捨てゼリフ吐けないじゃない。あたしに猫騙ししてひるませるってのを。ムカつきすぎてやけっぱちしそうよ。せっかくだから味わいなさい。熱さの大地の土の味。そもそもシンプルに動向が猫ちゃんなんだよね。ゼイユとスグリにせっかくだしニャンニャンってやってみてって言ったら真面目に怒られそう。スグリに猫ちゃん言ったら、横の壁にパンチで威嚇された。おとなしいのが切れるとへぇ。ともっこそうなみに嫌われててくさ。おわつばた。調理実習で姉ちゃんみたいな猫の手で握ってみな。って言ったら嫌われちゃった可能性が12ぐらいある。毎日ベイドンブリ飯と肉食えば挽回できるかもしれないし。思わずシャーって声出たりしそう。